ドミトリ・オフチャロフはドイツの卓球選手。ウクライナ・ケフ出身。2002年にモスクワで行われたヨーロッパユース選手権のカデット部門で準優勝。2003年の同選手権、カデット部門ダブルスでも準優勝を果たした。2004年にブダペストで行われたヨーロッパユース選手権の団体メンバーとして優勝。2006年のサラエボ大会でも 団体優勝している。同年、エジプトのカイロで行われた世界ジュニア選手権では、シングルスでベスト4に入った。2007年から世界選手権にも出場し、2008年の公衆大会ではドイツ代表メンバーとして、団体で7位となった。また同年のヨーロッパトップ1 2にも、出場行位となっている。オリンピックでは、北京オリンピックでは、団体戦で、 銀メダル及びロンドンオリンピックでは、男子シングルス銅メダル、男子団体銅メダルを獲得している。その他にもヨーロッパ選手権でも活躍しており、2007年、ベオグラード大会から2013年シェベヒャート、大会までチームの6連覇に貢献している。2013年はシングルスでも初優勝した。2010年8月、ITTF プロツアー、中国オープンのドーピング検査で、 禁止薬物の塩酸クレンブテロールの陽性反応が出た。これについて彼は中国で食べた肉に禁止薬物が含まれていたと主張した。当初2年間の出場停止が言い渡されたが、頭髪からの検出はされなかったことなどから食事が原因の可能性が高いことを主張した結果、処分は撤回された。2016年リオデジャネイロオリンピックではシングルと団体に出場。 シングルでは準々決勝で、ブラディミル・サムソノフに2から4で、敗退、団体では準決勝で、日本に敗退したが3位決定戦で、韓国に勝ちに大会連続の銅メダルを獲得。2017年、アジアカップ優勝の林高藤そして、世界ランキング1位の馬竜を破って決勝に、進出したティモボルを破り、ワールドカップ初優勝。 11月の世界ランキングで自身最高の3位となった。2018年1月には、それまで3年近く1位を維持していた馬竜に代わり、世界ランキング1位になった。2020年1月、バタフライと契約を結んだ。中国のトップ選手にも打ち勝てる、力強い量、ハンドドライブ、独特のモーションから繰り出される多彩なサービスは強力。特に、 バックハンドサービスは複雑かつ多彩でトップクラスの選手でもまともにレシーブするのは容易ではない。しゃがみ込みサービスも得意。レシーブ時には非常に切れたバックツッツキを多用し、そこからラリー戦に展開していくことが多い。かつてはレシーブが甘いと言われていたが、台上バックドライブとチキータを強化し多用するようになってからは成績が良くなった。10 好人で粘ってからの反撃も得意である。ありがとうございます。